使命を果たす。殿、それがしに万事任されよ。多勢にて鷺山城を包囲されたか。義時様の並ならぬ恨みが伝わるようだ。あれはまさか織田の援軍か。合流できれば勝機を見出せるかもしれない。道山に組みする将どもめ、一人残らずほふってくれるわ。道山様、必ずお救いいたします。今しばらくご辛抱。俺たちは先を急ぐ。立ちふさがるなら容赦はせん。かかる火の粉は払うのみ。弓兵は残らず切り伏せよ。敵がなぜここに。仕方あるまい。者どもかかれ。残らず切ったか。これで進軍できそうだ。皆進軍を再開せよ。信長殿と交流を果たさねば。肩慣らしにもならぬ。かなう相手ではなかったか。見事、さらに精進せよ。俺に任せろ。制したか。こちらの参道からでも織田勢のもとにたどり着けそうだな。なんだあちらが騒がしいな。敵襲か。片付いたか。急ぎ信長殿のもとへ向かおう。開門。俺に任せろ。討ち死に。生きていたか。やはりお前は親父殿に味方したのだな。信長殿、こたびの加勢深く感謝する。道山様が気がかりだ。急ぎ鷺山城に戻ろう。道山様、ただいまお救いいたします。包囲を打ち崩し鷺山城へと突入する。不足なし、参れ。もうろくしたな、親父。ミノは俺に任せて、安らかにくたばれ。この、おバカ者が。うつけ殿、ミノの未来は、おぬしに。うつじに。あと一歩間に合わなかったか。みんな顔を上げよ。ここからは俺が再会を取る。親父殿の無念を晴らすぞ。ああ、道山様のご恩に報いねば。門を開き、城内の者を逃がすのだ。討ち死に。俺に任せろ。親父は死んだぞ。
奴に味方していた者は命が惜しけりゃ今すぐ俺に下るがいい。今義達様に逆らっても無駄死にか。お父さん様、みんなごめんなさい。義達様、義達、貴様はこの明智十兵衛光秀が切り捨てる。安部、さといお前がなぜ。ごめん光秀さん、僕がもっと悟ければいい方法を思いついたのかな。任されよ。ふっ、隙を見せた。俺に任せろ。者ども畳みかけろ。奴らを一人残らず打ち捨てしまえ。俺に任せろ。今は義達に恩を売っておいて損はあるまい。無駄ごと踏みつぶしてやろうぞ。まず吉本が鉄の山を得撤退するぞ。とどまっては被害が増えるばかりだ。勝利条件変更。チックシュ、従わなかったことを必ず後悔させてやる。誰ごと、幾度壊れようが貴様に捧げる忠はない。よ、義達様が引いちまった。俺らは一体どうすりゃいいんだ。俺が敵の目を引きつける。皆はその間に撤退を進めよ。ネズミ一匹逃しはせぬぞ。マムシにくれてやる慈悲はない。残らず叩く。義達、吉本を呼び込んでいた。今は無用な戦いは避けよう。信長殿に報いるためにも清正の道は俺が切り開く。ここを抜ければ清須も近い。皆気力を絞り歩を進めよ。敵将、切り伏せた。叶う相手ではなかったか。承知した。は、全道が開けた。これで撤退も容易になるはずだ。開門。まだ私に生きろというの。この程度俺に任せろ。戦火とは呼べぬゆえ。あっちが何やら騒がしいな。撤収か。急ぎ向かうぞ。抗う打ちけら不全。世にあだなす愚かさを知るがよい。見せてやる、見せてやる。刃を受けろ。俺はまだ強くなれる。ウヌの羽音は想像し、その羽根、次は残らずむしってやろう。今川義元、やはりただもの承知したのではなかったか。退けようが手放しには喜べないな。義元様が引いてしまわれるとは。おら、おら、
肩慣らしにもならぬ。かなう相手ではなかったか。悔しいが、ここまでか。家康、いいこと？おじさまの期待にしっかり応えるのよ。ああ、分かっている。兄上、申し訳ありません。私の獲物、発見ね。信長殿、道山様の思いに応えてくれたこと、礼を言う。だが救うことはできなかった。親父殿の仇討ちはいずれ必ず俺が。